皆さんこんにちは、かおりです。今日はですね、今からジャランアローに行きたいと思います。ジャランアローって日本人の観光客の方が必ずと言っていいほど訪れるスポットなんですけど、今日紹介するのは屋台街ではないんですよ。実はこのジャランアローがインスタ映え満載のスポットとして新しくなったみたいなので、今日はその様子を紹介していきたいと思います。こういう風にね、壁に絵が描かれてすごく綺麗になりました。ちなみにこちらは本物の鳥です。色鮮やかで綺麗ですね。この辺はですね、まだちょっと完全に塗り終わってないみたいで、まだ色塗りしてますね。この建物全体がすごい綺麗になってますね。あ、すごい、これ窓。あ、猫いたよ。バトケーブといい、ジャランアローといい、すごくカラフルですよね。このウォールペインティングは一部分だけなのかなと思ったんですけど、意外といろんなところにあります。ウォールペインティングを探しながら街を散策してみるのもすごくいいかもしれないですね。インスタ映えのスポットがすごくいっぱいあります。今ね、平日の日中この場所に来ているんですけど、意外と人が全然いなくってすごく空いてます。あ、真ん中全然人がいないですよね。だからね、写真とかビデオとかすごく撮りやすいと思います。ウォールペインティングまでの行き方なんですが、今映っているのが有名なジャランアローの屋台街です。ここに有名な偽ミッキーのお店があります。この偽ミッキーがあるお店のちょうど反対側から入っていきます。
ここを右に曲がるとこの先がウォールペインティングになっています。日中はこの場所で写真とか動画とか、あとは周りを散策したりして、あと日が暮れてからこのジャラーローの屋台街でご飯とかお酒とかを楽しんでみるのもいいかもしれないですね。気になった方はぜひ行ってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。こんなインスタ映えスポットで私も写真が撮ってみたいと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。